終点阪急河原町駅から歩いて地下鉄東西線三条京阪駅まで向かいます。三条京阪駅から蹴上駅までは2駅です。はい、皆さんこんばんはです。今ね、蹴上駅、地下鉄の蹴上駅降りて、インクライン目指すんですけどね、もうすでにね、桜がすごいです。はい、これ下って、右側がインクライになりますんで、これからね、向かいます。こちらのねじりまんぽは蹴上インクラインの下を横断するためのトンネルです。ねじりまんぽとは螺旋状にレンガが積まれており渦を巻いているように見えることからそう呼ばれています。疎水上流の蹴上船だまりと下流の南禅寺船だまりを結んだ全長約582メートルの傾斜鉄道で、建設当時は世界最長でした。なんで、とりあえずね、上の方にまた上がりますので、今ちょっと下ってますんで、はい、皆さんこんにちは、太郎です。今ね、ちょうどね、キッチンカーが出てて、休みでね、フェスみたいなことやってるんで、ちょっと一休み、一休憩、インクライン行く前なんですよね。一杯いただきます。配線だったのね、スタートしました。でも、配線とともにね、桜がね、すごいんですよ、これ。ずっとね、これ1キロぐらい多分続いてると思うんですけど、めちゃめちゃ綺麗ですよ。今日ね、天気も良くて、多分ね、明日明後日から雨降るんで、今日がね、ラストやと思うんで、観光客の方もすごい多いんですよね。待ってですね、上がっていってみます。よろしく。こちら写真下の QR コードを読むと当時の様子をスマホで見ることができます。それでは蹴上インクライン、満開の桜、お楽しみください。